はい、今ニューヨークのペンシルバニアホテルに到着しました。こんな感じですね。ニューヨークです。このホテルはウェストミンスターのドッグショーに出場する犬たち、それとブリーダーたち、ハンドラー、ジャッジ、さまざまなそのウェストミンスターに関係する人たちが、宿泊するホテルです。でみんながもうたくさん そのウェストミンスターにその出場する人たちがここに泊まるので、僕も一回ここに泊まっとかなきゃいけないかなと思って、今回はこのホテルを予約しました。ベッドすごい大きいですよ。これキングサイズですね。ベッドすごい大きいです。全然 OK ですね。髪の毛を黒に戻しました。1年間、まあ10ヶ月ですね、10ヶ月金髪にしてました。そうですね、僕は今到着したばっかりで、そのちょっとね、頭があんまり回らないんですよね。例によって、はい、窓から今なんかね、窓がすごい汚れてる。窓から見えるこれマンハッタンの、これ何のビルなのかな、そこにあるのは。メイシーズじゃないな。とにかくここはもうマジソンスクエアガーデンの目の前なんですが、僕の部屋はその裏側です。マジソンスクエアガーデンと反対側。今日から20日間ここに泊まりますね。全然綺麗、僕はこのホテルいいと思いますけどね。いいと思いますけど、ダニがいるとか言う人がいるわけですよ。犬がいっぱい泊まるから。でそのウェストミンスターの時必ずいっぱい泊まるから、人が。でまあそのもう老舗っていうか古い昔からあるホテルなので、でもすごい大きなホテルですよ。でも今日もさっきもものすごい量の人たちが今続々とチェックインしてましたからね。だからなんていうんですかね、まあ古くからあって、多くの人が利用するホテルですね、ここは。でそのダニがいるっていう人がいるわけですよ。このホテルにはダニがいるから嫌だとか、なんかまたそれただの噂なんじゃないかなと思いますけどね。まあ僕がその、このベッドに寝てすっごいなんか朝起きたらブツブツができてるとか、なんか蚊に刺されたような赤くなってるとか、皮膚が至るところが蚊に刺されたように赤くなってるとか腫れて、そういうことだとやっぱ本当にダニがいるのかもしれないですね。その時はまたここはダニがいるって僕もちょっと騒ぐかもしれませんが、これ僕のスーツケースです。よし、ここで20日間過ごします。今もうね、ちょっともう寝てないからね、頭が回らないです全然。何ですか、まあちょっとね、今到着したばっかり、今何時なのかな、もう疲れた、もう本当に。ニューワーク、だいたい JFK に到着するんですけど、今日はニューワークに到着しましたね。ニューワークリバティだったかな、ニューワークリバティだったかな、まあニューワークっていう名前ですね。ニューワーク空港、ニューヨークには3つ空港があります。ニューワークと JFK と、あとなんだっけ、ラガーディアだ、ラガーディア空港。ニューワークはニューワークなんですけど、ニューワークリバティだったと思う。まあまあいいや、あまりちょっとよく覚えてないです。とにかく20日間ここで過ごします。そして今もね、もう入り口にもう犬がたくさんいました。もうチェックインしてましたよ、犬が。だから多分泊まる人がいっぱいいるんだと思います。今日は2月8日8ですね、2月の8。何日からだったっけ、 9明日ですね、10だったかな。まあちょっともう一回調べてまたちょっとやります。
とにかく今ちょっとね到着したばっかりでちょっとね疲れてるので、んーでもご飯食べてから寝た方がいいかなとも思ってますね。わかんないですね、食べようかな、食べるのやめようかなと今思ってます。ちょっと一回ちょっと外に出てきますね。とりあえずホテルの外に出てちょっとマンハッタンというか、まあそうマンハッタンですね。マンハッタンのもうほんと中心部ですからね、ここはもうほんとど真ん中ですね、マンハッタンの。だからちょっと眺めてきてみます。じゃあちょっと飛びますね。今到着したばっかりです。今到着してすぐ撮ってます。まあ毎回ホテルに到着したら必ず撮ってますけど、今ホテルに到着してすぐ撮ってます。これ2月8の今な多分午後7時ぐらいだと思いますね。時計見てないけど多分それぐらいです。はい、じゃあ撮りますね。